木村圭一は、滋賀県立東市出身の日本の競泳選手。2020年東京パラリンピック、競泳金メダリスト。愛称は、キム。東京ガス株式会社の人事部に在籍。日本パラリンピアンズ協会の理事も務める。先天性疾患による網膜剥離で、2歳の時に全盲になる。母の勧めにより、10歳の時に水泳を始める。2003年。 小学校卒業と同時に上京。筑波大学附属資格特別支援学校に入学し、同校水泳部で当格を表す。高等部在籍中の2008年、北京パラリンピックに出場する。2009年4月に、日本大学分離学部へ進学し、健常者の水泳同校会に入会。同大卒業後、日本大学大学院文学研究科教育学。 専攻博士前期家庭へ進学。大学4年時に出場した2012年ロンドンパラリンピックでは、騎手を務め、銀メダル1個と、銅メダル1個を獲得。ロンドン以降、日本大学分離学部教授の野口智弘コーチに指示。週10回のパーソナルトレーニングで2016年、リオデジャネイロパラリンピックでの金メダル獲得を、目標に厳しい練習を積んだ結果、銀メダル2個。 銅メダル2個を獲得する。しかし、目標の金メダルに届かなかったことに満足できず、一時は引退も考える。2018年には、リオ大会で金メダルを争ったアメリカのブラッドリー・スナイダーを指導したコーチに、支持するべく単身でアメリカに渡り、トレーニングを行う。2020年東京パラリンピックでは100メートルバタフライ S11。 で、自身初となる金メダルを獲得。100メートル平泳ぎ SB11 では銀メダルを獲得する。ありがとうございます。